はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2020年4月15日。今日はあったかいですね。あったかいです。さあ、そういうことで昨日できなかったキャベツをね、嫁を連れてきてね、植えてるところでございます。品種は金景201と初種、この2種類をね植えております。今日はさすがに乾いたかなという感じですけどもね。元気ですか？なんかやっぱこの時期は眠いのか知らないけど、嫁は基本的にとてもよくね、昨日ハウスの中で映ってたあなたはあれは睡眠中だったんですよね。なんか銅像みたいにされて映ってましたけど、あれは寝てたと。はい、本当に寝てたんです。疲れてね、サングラスしてるからわからないだけだよね。はい、ということですね。だそうです、皆さんね。ね、やっぱ暖かいからね、この時期はね。なんかそれもあるわな、なんか。うん、ということだそうです、皆さんね。これは初秋ですね。こちらが大きいのは金景201。少しね、時期をこうやってずらしてます。まあ初秋ね、柔らかいのでね、昔からもう私の研修時代から作ってますよね。初秋好きな人多いんじゃないかな。はいはい、春なのに。さあね、種苗メーカーのその野菜の名前の付け方はおしんとかおはるとかど言ってやって。そう、おしんってかと思うと SL1 とかさ、 KZ なんとかとかいきなりアルファベットが来るしね。よくわからない種苗メーカーのその名称の付け方っていうのは全くよく意味が分からなくてね。そう、究極にダサいのと、よいしょ、農機具ダサいよ。なんだっけ、引っ張りくんとかさ、なんだそれ。そうそう、ポンポンカッターはでもまだ可愛いじゃない。ゴンベイね、一見しただけではななかなかわからないものもありますわな。今日は本当暖かくてな、いい陽気で。よいしょ、キャベツをね植えとりますですよ。まあ4月半ば、今年は入学式とかだからなかったんだね。学校がお休みだからね。入学式はあったんだ。そっから休みか。はあ、大変だね。なんかでもまあ子供たちもなんか今年のこの1年っていうのは印象に残るのかもな。大人にとってもね、今年2020年っていうのは本当に3.11 もそうでしたけど、何かしらのものは残るのかもしれないですね。多分こう今回のね、これで仕事を変えたり、いろんな形でね、仕事の業態も変化するんでしょうね。よく分かりませんが、まあ幸いというか、まあ、農業はね、家と畑を多くしてるだけなんで、まあ、もちろんね、一般の方と同じように気をつけなきゃいけないんだろうとは思いますけども、まず人に基本的にね会わなくていいのでね、その点密な状況になるということは、まあ、基本ないのでね。よいしょ、よくらせ。4月半ば。例年だと、もうあれか、花見とかはもうない時期か。ねえ、農家さんって別に花見とかしないしな。私もなんか花見でっていうのはなかった気がしますね。よいしょ。
それが、キャベツはね一応これで春というかね、これをまあ7月収穫を出荷を、ね、狙ってますけど、もうできる8月引っ張りっぱい、まあでもちょっと難しいですかね。7月の終わりになってきたらもうキャベツね厳しいので、まあ今日はワンベッドだけですね。まあシュシュないろんな状況で今我が農園もね、いろんな当初の予定よりかずいぶんねちょっと違ったスケジュールで動くことになっておりまして、まあまあなかなか大変でございます。予定は未定ということでね。よいしょよいしょ、くれないの？苗を、じゃあじゃんけんで負けた方が苗を持ってくる。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽ。分かった。せっかく休憩時間だった。ああなんか動きが。はいはい。ああこののっそりとしたこの嫁のやる気がひしひしと、やる気のなさ感がひし。ああババアなっとんぞ。ババアなっとんぞ。あれで30代前半ですからどうなんでしょうか、大丈夫なんですか彼女は。ねえ動きだけ見たらね65半に近い形ですよね。多分70過ぎてももっと専業でやってらっしゃるおばあちゃん方はねもっと早く動けると思いますけども、いいんでしょうかこれね。あとまだここから40年ぐらいあると思いますけども、ね、やっぱ腰が痛くなるっていうのはやっぱりその腹筋と背筋なんですよね多分ね。基本的にやっぱり嫁のように普通に生きてきた、普通に一般人としてやってるとやっぱり基礎体力がどうしてもないから、そうするとやっぱり腹筋背筋、その体のそのね、なんていうんですか、最近体幹トレーニングとかってよくねあるやつだとやっぱりその辺の筋肉がないんでしょうかね。僕もずっとねもちろんそれは腰とか膝とかもう壊しちゃってますけど、嫁が痛いっていうのと私が痛いっていうのは意味が違うと思ってるんですけど、まあまあ一応そういうことあまり大きいこと言うとね、私も痛いで、はい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 、はい、待ってくれ、はいはい、疲れた、もう疲れた、苗を取って行ってか、これで植えたらもうあなた終わりよって、終わりということをあなたが決めれるんですね。すごいパワハラ、パワハラ職場だと。そうですか。あ、この辺向かってるな、まだ大丈夫。はい、疲れた疲れた、はい、向いてください。やだとか言ってますからね、野菜を作らんことにはね、我々はね、百姓百姓さんは食っていけないですよ。ねえ、感動。いや、まだこれ抜かってますよね。昨日今日なんかすごくね、いい天気で、あれなのに、随分と。やっぱりね。よいしょ。ピンコラで。はい、そうそう、秋も作るよ。初秋はね、いや年中は作れないけど、とっても柔らかいの、うん、だからこれはもう本当に私が研修した時代からあるね。そう、研修した時代に作ってたやつだからもう20年以上だから、近畿201もそうだけど、そういういわゆる歴史と伝統のある品種です。まあちょっと病気に弱いけどね、柔らかい分だけね、という話でね。
あとはまあ我が農園はあと坂田の新蘭とかねよく作りますね。新蘭も作りやすいですね。はい、そう新蘭というのがあるんですよ。坊さんじゃないですよ。はい、そういうことでね。そうですね。よいしょ。まあワンベッドなんでね、大した量ではないので、だいぶね芝自体とは本当に量が、だいたいキャベツ植えるときは2ベッドね一気に行くようにはしてたんですけど、だいぶ減らしておりますね。数が減らしちゃうとね、それにもう慣れてしまうと、こう次増やしたときにしんどいと感じるのがね、農業の場合はどうしても大は小を兼ねるなんでね、本当は減らしたくないんですけども。よいしょ。足らんか？足らんか足らんか。よいしょ。よいしょ。手を暮らせ。足らんな。あら、失敗でござった。さてさて、少しずつねじゃがいもが大きくなってますけど、じゃがいもはね本当に短期勝負の芋なのでね、このまま病気がね一気に出ることなく、なんとかね無事に育ってほしいと思いますが、どうなんですかね。すごい自転車で畑の中ぐわーして行くのだ。はあ、もうちょっと。今日は暖かいね。まああれですかね。多分一般の方もそうですけど、いつぐらいになってねこの収束が見えて、普通のね暮らしに落ち着くんですかね。ちょっとわからないですけどもね。なんかやっぱネットで見るともう会社はリモートワーク、出社しなくていいっていう業態の流れにはなりつつあるところですけどもね、どうなんですかね。かえって仕事がやりやすいのかやりにくいのかね。もう何年も会わない同僚とかって出るんですかね、そうなってくるとね。ちょっと足らなかった。満員電車はね、そうだね、まあこれを契機になんかそういうねスタイルがね、ライフスタイルが変わると、いいんじゃないかなと思いますね。ここ1個足らなかったけど、まあぴったりということでね、このちっちゃい苗植えちゃうかな。えいよ。さあそういうことで、一番端っこね、つるむらさきとえんざいね、夏の葉物を行くようにして外側をねというふうに予定してますが、どうですかね。分解マルチをね、夏野菜の葉物はね全部分解マルチ行くんですけど、分解マルチ、注文したらなんか在庫がないとかって、やっぱいろいろなんかその例の影響が出てたりするのかちょっとわからないですけど、ちょっと遅いですねやってくるのがね。物流とかももしかしたら
ちょっと問題が発生しつつあるんでしょうか、わかりません。はい、お疲れ。疲れた？まあでもね、4月半ばもうやっぱり愛知は4月入ってね、なんか霜が降りる気配はもう、一切ないですよね。だからおそらく4度1回も切ってないし、ちょっと冷えるねっていう感じはありますけど、千葉のような時に、千葉みたいにね、確実にちょっとこれはもう保温しとかないと夏野菜の苗がやばいなっていうのはやっぱなかったですね。はい、その辺がこの4月ちょっとね見えたところでございます。あとはまあ梅雨ですね。梅雨の感じで雨がどれぐらいの感じで降るかっていうのと、この道場の関係ですね、その辺をちょっと今年の梅雨が来るのは6月ですか、見てみたいところではありますね。はい、ということで、これがね実質まあ本当はちょっと遅いですけど、春のね最後のキャベツになるかと思います。4月5月入ってね、5月のもうちょっと5月真ん中ぐらいに巻くのがもう秋のキャベツの一発目というかね、そんな感じになってきます。そういうことで、はい、キャベツをねワンベッド植えている百姓農園の動画でございました。寝てるか？起きてらっしゃいます？大丈夫ですか？それ立って寝ることは、立って寝ることはないと、でも座ったらやっぱ寝ると、座っちゃうともう寝ます。寝る寝る。あ、ちょうどね今ちょい昼過ぎでね、昼過ぎでこうね、ほっかほか、ああ私がね、私が撮影してる時に、ああなんかあいつがしゃべっとるなぐらいの感じでしたか。そうそう、あ、そういうことだったようです、皆さんね。はい、以上でございました。向きが大きくなってきてるね。もうそっか、もうね4月、来月おそらくね麦は収穫なんですね、お隣の法人さんですね。ということで以上、キャベツをワンベッドね、春の最後のキャベツを植えている動画でございました。以上です。今日は暑い。